はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、2021年最新の日焼け止めでどれが焼けにくいか検証してみました。季節はもう5月で、紫外線がかなり気になっている時期だと思うんですけど、皆さん日焼け止めってどんな基準で選んでますか？寒色だったり SPF の指数だったり、いろいろ選ぶ基準ってあると思うっちゃけど、やっぱ一番は日焼けしにくいかどうかってすごく重要だと思うんですよ。実際に私の体に塗って日光浴をして日焼けしにくいかどうかっていうのを検証していこうと思います。本当に日焼けしちゃって大変だったので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。ではまず今回レビューする日焼け止めを紹介します。アリー、コーセー、アネッサ、RMK、オルビス、フラランス、ポーラ、アルビオン、以上の8つになります。まずは商品説明や質感からレビューしていこうと思います。一番最初がこちらですね。アリーカラーチューニング UV、 手に出したらこんな感じで、質感はクリームっぽいんだけど、色味がアプリコットピンクで一番色が出るタイプになります。バストこんな感じです。色補正効果で肌色が明るく見えるのと、これだけでも軽くファンデーションを塗ってるかのようなカバー力があります。なのであまりファンデーション塗りたくない方だったら、これ1個でも OK なんじゃないかなと思います。またスーパーウォータープルーフ処方で、汗皮脂水に強い処方だったり、マスクやタオルにも効きにくい処方になってるので、安心して使えるかなと思います。ヒアルロン酸が配合されてるので乾燥する感じも特にないです。これのね、すごくいいところが、日焼け止めって独特の嫌な匂いするものって結構あると思うっちゃけど、これは金木犀の香りなので、すごく香りがいいので、そこがすごくいいなと思います。コーセーサンカットプロディフェンスマルチブロック UV ミルク。暑くなると汗や匂いも気になってくると思うっちゃけど、こちらはなんと汗と匂いを抑えてくれる日焼け止めになってます。手に出したらこんな感じで、もう水みたいな感触です。はい、もうね、こんな感じですぐめっちゃ垂れてきちゃう。水っぽいんで、もちろん伸びもいいです。まあ、最初はちょっと日焼け止め特有の質感かなっていう感じはするんだけど、結構すぐ乾くのでサラッとした使い心地かなと思います。ウォータープルーフなんですけど、石鹸で落とすことができます。続いてがこちらです。アネッサパーフェクト UV スキンケアミルク。このピカチュウのパッケージがすごい可愛くって、見るたんびにテンション上がります。パッケージ自体は限定なんで、お店売ってなかったらごめんなさい。手に出したらこんな感じで、ちょっと水っぽいって感じかな。伸ばしたらこんな感じですね。質感は良くも悪くも一番日焼け止めっぽいかなって思います。つけた後に白っぽくなりやすかったりとか、若干キシキシ感があったりとかします。ただ熱、汗、水で UV 膜が強くなる技術が搭載されているので、しっかり肌をブロックしてくれるし、スーパーウォータープルーフなので水に強く、プールやビーチでも使えるかなと思います。続いてがこちらです。 RMK UV フェイスプロテクターアドバンスド。手に出したらこんな感じで、クリームのような質感です。伸ばしたらこんな感じで、特に白浮きしたりすることもなく、スーって肌に馴染んでくれて、本当にクリーム塗ってるような感覚です。7種類の保湿成分を配合されてるので、日中の乾燥から肌を守りながら潤いを与えてくれます。またスーパーウォータープルーフ処方なので、汗ひ皮脂に強く、擦れにも強い処方になってるので、普段使いからレジャーやスポーツのシーンでも使えるかなって思います。続いてがオルビスリンクルホワイト UV プロテクター。こちらがなんとシワ改善とシミ予防もしてくれる日焼け止めになってます。すごくないですか？ダブルナイアシンという成分が入っているので、真皮のコラーゲン生成を促進し、今あるシワに働きかけながら同時に過剰なメラニン生成を抑制し、未来のシミを予防してくれます。手に出したらこんな感じで、クリームのような質感なんだけど、一つ前の RMK よりサラッとしてます。出したらこんな感じで、これも特に白浮きしたりする感覚もないです。またきめ細やかで滑らかな肌に整えて、ファンデーションのつきやのりも良くしてくれるので、化粧下地としても使うことができます。外線対策しながらシワや美白へアプローチできるので、大
人には嬉しいハイスペックな日焼け止めだと思います。続いてがこちら、クラランス UV プラス 5P モイスチャライジングマルチデイスクリーン。色味が3色あるっちゃけど、私はローズ選んできました。手に出したらこんな感じで、ほんのりピンク色って感じですね。伸ばすとこんな感じで、今ここら辺だけ塗ってるんですけど、自然にトーンアップしてるの分かりますかね。伝わってる画面上で。この後につけるファンデーションが映えそうな気がします。商品名の 5P っていうのが UVA 波、B 波、ブルーライト、チリホコリなどの微粒子、乾燥のことで、ありとあらゆる外気から肌を守ってくれますよっていう日焼け止めになってます。また8時間保湿してくれたり、 72% 以上がスキンケア成分が配合されているので、すごくケア効果も高いと思います。フローラルの香りですっごくいい香りです。続いてがポーラホワイトショットスキンプロテクター DX。 この日焼け止めがめちゃくちゃ高機能で、日焼け止め効果だけじゃなくて、根本から日焼けをしにくい肌に変えてくれるアイテムになってます。ポーラが注目したのが、体内時計を調整するホルモンのメラトニンで、このメラトニンっていうのは聞いたことある方もいると思うんですけど、寝る前に分泌量が増えることで、眠りに入っていくことができて、明るくなると分泌量が低下するので朝起きれるっていうような体内時計を調節するための物質です。このメラトニンがパソコンやスマホから出ているブルーライトを浴びることによって、でメラトニンの分泌が減少して、肌本来が持っている日焼けから肌を守る力、これをポーラではセルフシールド機能って呼んでるんですけど、この機能がオフになってしまうっていうことをポーラが発見しました。このセルフシールド機能をオンにするオリジナル成分が配合されているので、人が本来備えている日焼けから肌を守る力を呼び起こして、根本から日焼けしにくい肌へ導いてくれる日焼け止めになってます。すごくないですか。こう私の拙い説明で伝わってるかな、ちゃんと。そして紫外線だけでなく、大気汚染物質や近赤外線、ブルーライトからも肌を守ってくれます。手に出すとこんな感じで、白っぽいクリームって感じかな。伸ばすとすごい伸びがいいです。でもね、香りはあんま良くないです。日焼け止め特有の香りがするかな。はい、で最後はこちらです。アルビオンスーパー UV カットハイパフォーマンスデイクリーム。これもすごく人気の商品で、今年さらにリニューアルしました。肌の抗酸化力を高めて、紫外線に対する抵抗力を高めてくれる日焼け止めになっています。これね、すごいところがつけ心地なんだけど、手に出した時がね、こんな感じの色で、高級クリームのような上品で濃厚な質感で、香りもすごくいいんですよ。つけた直後もすごくしっとりするんだけど、このしっとり感が結構続きます。ベタベタしてる感じとかはないので、結構使いやすいと思います。はい、では次に日焼けしにくいかどうかっていうのを検証していこうと思います。私の体でどこが日焼けしても一番ダメージ少ないかなって考えた結果、太ももが一番いいかなって思ったんで、太ももで検証することにしました。こんな感じでテーピングで8つのブロックを作って、それぞれに日焼け止めを塗って、3時間くらい日光浴して、どれくらい日焼けするかっていうのを検証していきたいと思います。ベランダにやってきました。こんな感じで日焼けしていきたいと思います。ちなみに今日の最高気温は29度らしいので、めちゃくちゃ焼けそうな気がしてます。日焼けしてから3時間経ちました。もう日焼けしたかなと思うので部屋の中入ります。部屋に戻ってきてテープ剥がしてみました。すごいしましま模様になってて恥ずかしいです近づけて見せていきますね。こちらがアリーです。こちらがコーセーです。こちらがアネッサです。こちらが RMK。 こちらがオルビス、クラランス、ポーラ、アルビオン。で全体的に見ると、足の付け根の方が焼けにくかったっていうのもあるんだけど、一番焼けてないのがアルビオンで、その次が RMK で、3番目がポーラかなって印象です。で逆に一番焼けたなって思ったのがオルビス、その次がコーセー、アリーとアネッサがどっこいか、若干アリーの方が焼けてるかなっていう感
じです。その次にクラランスが焼けたかなっていう印象です。時間経った後の質感なんですけど、ポーラと RMK は乾燥したなって思います。変わった感じがカサカサしてるなっていう風に思いました。逆にアルビオンは全然乾燥してる感じがなくて、出た後のしっとり感がそのまま続いてるので、まあさすが1枚もする日焼け止めだなっていう印象です。コーセーとアネッサは時間が経った時に白く残るなって思いました。日焼け止め塗ってても何時間経ったらこんだけ日焼けするので、ちゃんとこまめに塗り直さないといけないなっていうことを改めて痛感しました。はい、で今回8つの日焼け止めを検証してみましたが、量が多いっていうのと、まあ、あれこれいろいろ私が説明してたっていうのもあって、結局 何がどういいのかっていうのが分かんなくなっちゃったりとかしてると思うので、表にまとめてみましたのでご覧ください。横にブランド名を並べて、縦に効果を並べました。で日焼け止め効果はどれも高いので、正直どれでもいいと思います。あとは用途別に選んでもらったらいいかなと思ってます。例えば、まあ、一番レジャー向きなのはアネッサが RMK かなって思います。ただアネッサは私が使った時に顔につけてたら目がシュパシュパしてきて涙が止まらなくなったので、顔よりもボディ向けなのかなって思いました。でまた実験した後にシャワー浴びたんだけど、ウォータープルーフ処方のアリー、ポーセー、アネッサ、RMK は水だけでは全然落ちなかったので、すごいなと思いました。あとは日常使いだとアルビオン、ポーラ、クラランスがおすすめかなと思います。個人的にはクラランスを化粧下地として使って、ファンで塗りたくない日はアルビオン使おうかなって思ってます。はい、すべてのレビュー終わりましたが、いかがだったでしょうか。これからの時期は日焼け止め欠かせないと思うので、皆さんの参考になったら嬉しいです。それでは本日もご視聴どうもありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。